はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、楠田亮でございます。3月20日、明日ですね、14時から16時、池袋西口で、救う会、の署名を集める活動をいたします。お手伝いくださる方、大募集であります。予報では今のところ晴れる、雨は降らない、みたいであります。3月27日、日曜日、1時半集合でですね、NHK スクランブルデモを開催いたします。このデモのことは NHK にしつこく伝えてあります。でもやっぱり取材にも来ねえし、テレビ報道ないんだろうな。民放各社もね、 NHK はおろかね、やっぱり気に入ったというですね、歴史の証人になってください。このデモ俺も出たけど、どこもあのテレビ局来てねがったとですね、あちこちに書き込んでください。参加よろしくお願いいたします。ゼレンスキーウクライナ大統領の国会演説、括弧リモートは23日日曜日、18時からになったそうであります。ずいぶん詐欺やな、戦争終わっちゃうんじゃねえの。核兵器あった方がいいよ。国内のスパイに気をつけて。日本もロシアの隣国だよ。侵略には条約も憲法も無意味だよ。なんてことを言われちゃうとですね、嘘で、人を騙すのがビジネスの左翼がですね、こんなこと言われちゃうとやばいので、まあ嘘で核兵器ないから平和みたいなこと言ってますかね。各所で発狂中なんですけれども、自称ジャーナリストの鳥越俊太郎、海洋ではなくて、私はゼレンスキー国会演説に反対すると、どんなに美しい言葉を使っても紛争の当事者だ、何を言うかわからんねえ、国民は許さない、たとえ野党まで賛成してもだ、なんで疑問系なんて話もありますけれども、っていうか生きとったんか悪い。もうね、都知事選あったのはもう5年ぐらい前になりますね。まだ生きとったのか。ネットの反応です。選挙区を海洋、ちょっと何言ってるか分かんない。国民は許さないとか主語がでかい。こいつが反対するならやらせた方がいいのでは。当事者の話を聞かないのもおかしなことでは。プーチンにも演説させればいいじゃん。ロシアと領土問題抱えてるんだから人事じゃないぞ。まだこいつ生きてたのかよ。こんなやつがメディアでふんぞり返ってたっていう。都合悪いこと言われそうで焦ってる。一方的に侵略されてるのに紛争の当事者って、いうような意見ありました。かつて鳥越はですね、テレビ番組で、攻めてくる敵なんかいないとか言ってですね、自衛隊を否定しておりました。筋金入りの敗北主義者、外観誘致主義者であります。こいつが反対してんならやらした方が日本と日本人のためっていうのはまあ明白なんですけどね。岸田総理はちめんどくせえななんて思っていくとは思いますけれども、こいつらはですね、人民軍に沖縄を占領させたい連中ですんで、なんせ外観誘致主義者ですから、ロシアのですね、一方的侵略が代役ってなっちゃうと都合が悪い、という事情があります。なもんで必死でロシア擁護、ウクライナも悪いんですよみたいなことを、各所で言い立てております。勝手にね、国民は許さないとか、いずの間にか国民の代表になっちゃってますよ鳥越。鳥越が言う国民ってどこの国民だって話だよね。国民っつうより人民の間違いじゃないの。人民が許さないの間違いじゃないの。何を言うかわからんねえ、たとえ野党まで賛成してもだ。途中から自分が何言ってっかわかんなくなっちゃったのかなっていうですね、ボケ具合いいですけれども、都知事選当時からもですね、認知症では、なんかぼーっとした表情とかが認知症の症状であるっては
よく言われてたんですけど、まあ、あれから5年経って悪化してるようですね。紛争の当事者っていうのは正確ではないですよ。正しくはですね、一方的に攻め込まれてる被害者ですからね。左翼の脳内では、侵略される側もですね、悪いことになってるみたいであります。なんせ外観誘致主義者だから、人民軍に沖縄を占領させたいから、で、日本が悪いんですよ。こういう連中はもし日本が攻められた時もですね、でも日本も悪いんですよ。とか言っちゃう連中。で、真っ先に逃げるか、降伏しそうな連中であります。なんせ外観を呼び込みたい方ですからね。自分らの嘘と矛盾することを言われることを恐れる。立憲泉健太代表、演説させる前に、共同声明を出して、その枠内で演説させろ、なんて言い出しまして、時間的にも実現が難しい、そんな条件つけられたんでは。でね、阻止しようとしてました。で、非難号号の目に遭いました。で、早速へたれてですね、反対しているわけではない。なんて苦しい言い訳しておりましたけど、反対するっちゅうか、阻止しようとしてたんですよね。阻止。反対っちゅうか、難しい条件つけて。泉って本当に卑怯で卑しいやつだなぁ。んで、へたれて言い訳してる。これだったらば、大反対だっつって、ボコボコに叩かれてる鳥越の方がまだしもね、潔いっちゃ潔い。立憲の国会議員で卑怯でない者など一人もおらんと、いないけどですね、私と誕生日が同じ、キチガイ C 和夫さん、会見で日本を守るためにはどうしたらと問われ、相手が軍事、各力の論理で来たとき、こちらも軍事、各力の論理で対抗すれば、軍事対軍事の果てしない悪循環になり、一番危険なことになる。東アジアを平和と協力の地域にしていくために、ASEAN と協力し、憲法9条を生かした外交戦略こそ必要だ。ちょっと何言ってるかわかんないですけど、軍事対軍事は一番危険なことか。それよか降伏しちゃって、いいようにやられちゃう方が危険なことではないかなって思いますけれども、まあまあこんなようなわけのわかんないことをつぶやいておりまして、ネットの反応です。ロシアでそれ言ってこい。日本を守るために黙ってろ。質問に答えてないが、北のミサイルも止めれないくせに。ダメだこの人。バーカ。9条を生かしたって、具体的には相変わらず内容は内容。どうしても日本を滅ぼしたいようだ。攻撃始まったら話し合いなんてねえわ。あんたらが球場だの、非核三原則だの言っても、侵略国は攻めてくる。そろそろ自分の言ってることを理解しろ。常に具体性が 0% なのに、支持率が 0% にならないなど。これ簡単ですよ。共産党支持者はバカばっかだから。バカばっかで、たやすく騙されるんだよね。果てしない悪循環になるから、力には力で対抗しちゃいけないんだって。これぞですね、9条の日本人は無抵抗で黙って殺されるって理念に沿うってことなんですかね。なんせ外観誘致主義者ですからね。ウクライナは早く武器を下ろしてですね、殺されろって言ってるテレビのバカコメンテーターどもと一緒ですね。いずれ来る中共の侵略を正当化していいから、今のうちロシアも正当化しておきたいって。しかもね、質問に全然答えてないし、独裁21年目となると相当に劣化してんでしょうね。一体何言ってるかわかんない。共産党支持者にはなるほどって思えるのかもしれないですけど、健常者、つまり私らには何言ってるかさっぱりわかんないよね。秀吉もスターリンもですね、プーチンも晩年土地狂ってますもんね。C カズオも晩年土地狂ってんではなかろうか。9条を生かした外交って一体なんで、具体性ゼロだな。まあ、共産党支持者はですね、バカバカなんで、これで十分なんでしょうけどね。
場で声でかくて、ほんと嫌ですね、最悪どもってね。しかも自分らがバカって、自覚ないし、かえって賢いなって誤解してるしね。で、直しようもないんすよね。関わると、損ですから、バカ最悪見つけたらですね、その場から離れましょうね。韓国の次の大統領は、ユン・ソクヨルって言うそうです。それの陣営のですね、外交ブレーンのパクっていうやつがいまして、ソウル大の教授らしいんですけど、文政権のように日韓関係を放置できない、関係改善のためには日本も共に努力すべきなどと発言しておりました。昨日ですね、昨日のこと、ネットの反応です。約束全部守ってからな、うるせえバーカ、何言ってるか全然わかんない。つまり日本にだけ努力を求めてる、言ってることは文在寅と一緒、出た、共に、韓国が約束を全部守ればいいだけ、また新たな協定をしようとか言い出しそう。日韓関係がこじれてるって自覚はあるんだ。全部お前らが悪いんですけどね。レーダー照射して謝んねてみたり、日韓合意ことごとく破ってみたりね。むしろね、私には日韓関係は正常に近づいてんなって思えるんですけどね。日韓疎遠っていうのが正しい関係だと思いますけど、竹島盗んでる敵国なんですから、断交プラス経済制裁こそが正しい関係だと思うんですよね。場合によっては宣戦布告もね、武力で奪還しまおう。文政権は放置したんではなくて、できることなくなっちゃって放り出したんですよね。どうしようもなくなっちゃったんですね。いろいろ言ってるが、日本側に情報を求めているのは、文在寅もユン陣営も一緒であります。韓国の右翼っていうのが親米反北反日、韓国の左翼っていうのは反米親北反日で、右派でも左派でも反日は変わんねえんだわ。誰が大統領になっても反日は変わんねえんだわ。それに日本が悪いっていうのは建国理念だし、国税だしで変わりようがないんですね。大韓民国ある限り煩わしい反日が続くんで、全く違う国になるようにですね、滅亡に助力すべきなんですよ。日本と日本人は、日本政府は、韓国内のですね、反政府組織を援助すとかね。で、クーデターを起こさせて倒させとかね。したらね、例えばですけど、クーデター起こした政権、成功すれば、国民の敵の大悪党、文在寅、もしくは、ユン政権を我々が倒した。なので我々がこの半島を統治する。っていうのが建国理念になりますから。ちょっと一遍滅ぼした方がいい、あそこは。それこそが日本と日本人にとっての利益ですよ。国益って、ずるくて汚くて血なまぐさくて、そういうもんですよね。平和とかね。安寧とかは代償がいるんですよ。ずるい、邪悪、卑怯、汚い。国と国との間ですけれどもね。というわけで明日署名活動やりますんで、お手伝いよろしくお願いいたします。デトックスジャパン。